知らせします。はじめに関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先、所沢インターまでの区間に人が侵入したという第一報が入りました。続いて外環を三郷方面へ向かわれる方にお知らせします。戸田西インター付近8キロポストで小型トラックと乗用車による事故が発生しており、現在事故処理を行っています。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。この先川越インターまでの区間に人が侵入したという第一報が入りました。ハイウェイラジオ関越道所沢よりお伝えしました。あなたに実装でネクスコ東日本。